はい、皆さんこんにちは、ヘネルです。今日はバイクのイベントへ行きたいと思うんですけれども、今日2つ重なってまして、方向も真逆なんですよね。北と、南ということで、南はあの吉野の方になってます。で、北の方は京都の、前にも行きましたが、京都府民の森、スチールの森っていうところですかね。2つ重なっちゃってるんですよね。で、ちょっとまあ一晩寝て考えようということで、昨日までは、南の吉野の方の天川村の、天川旧車の集いっていう、イベントへ行こうと思ったんですけれども、朝起きて、北の方の京都ですね、古き二輪を愛でる会っていうあの方へ行きたいなと。なぜそうなったかと言いますと、今回今ちょっと一番気になっているベスパとか、鉄のスクーターですね、もうちょっと古いやつが、来るということで、実際見てみたいなと、ということでちょっとそちらに決まりました。というのもそうですね、昨日吉野のちょっと走ってきたんですよ。でそれでもう昨日走ったんで、今日はちょっと上の方へ行きたいなという、そういった気まぐれな、感じで決定したんですけれども、楽しんで行きたいなと思います。それでは行きましょうか。レッツゴー。
8年ぐらいですね。いいね。最高ですね。これもですね。手間かかりますが。ホンダの CB の初期のやつに欲しいんだけどね。ほうほう。そうですね、何とも言えないですね。カチャ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 言いますが、これ1台だけ、これ1台だけですね、のみで。これからどこ行くんですか。これから旧車の、イベントが。三山。そうです、そうです。あそこで、はい、三山じゃないな、スチールの森、ふみの森、あそこで今日。今日あります、9時から。ああ、そうか。鉄スクーターとか。あるある、何回も行ったけど。あ、そうですか、今日です。これは、僕も乗っていったらね、はい、展示したらどうだっていう。いいなぁ、そうですね。ですよね、かっこいいですね。8台持ってる。そんなに持ってるんですか。BM は2台。これすごいな、これどこか CB1100。 ああ、じゃあもう、はい、50年前の CB。 CB はホンダの、ヤマハの小さい。わあ、スーパーカブ、スーパーカブまで、すごい。 BM もすごいですね、ボクサーエンジン。ボクサーエンジン、すごい。動画映っちゃっていいですか。動画いいです。 YouTube やってるんですよ。お、え、何これ、ちょっとお迎えしてください。これ今何されたのか。おー、すごい。音楽も聴けるんですね。これが R1200RT っていうやつですか。すごい。すごいですね。ゴールドウィングみたいな。いやすごいですよこれ。そうなんですよ、若いのによう呼ばれます。赤はこれは自分で、あ、塗りました。もともと黒やったんですよ。いい赤だね。そうですね、やっぱりね、イタリアはフェラーリって赤なんだよ。ですよね、目立ってしゃあないです。ホンダもこういうの出したけどね。あ、そうです、ドリーム50とかですかね。わお、あ、今日あるからね。大阪から来られてるんですね。市内ですよ。へぇ、奈良から。奈良です。ブレーキはどこにあるんですか。ブレーキはこれですね。おぉ。そうです。あ、はい、後ほど。三田さん知ってあるんですか。あ、知らないです。はい、かわいい。ではでは、あ、ではでは。ありがとうございました。さあ、私も行きますか、そろそろ。いやー、楽しいですねー。